みんなこんにちは。今日はじゃーん、カラフルアイスショップを作って食べるよ。おなつおなつ。それじゃあ早速開けてみよう。あ、粉も入ってるね。コーンカップの素と、はい、コーンカップの素、チョコソースの素と、チョコソースの素、バニラアイスの素と、バニラアイスの素、ポッピングシャワー、ポッピングシャワーいちごアイスの素と、メロンアイスの素と、はい、スパッ、はい、オッケーです。弟くんにも同じの入ってました。アイスを3種類作ります。青いのだね。そうだね、バニラ、サラサラサラ、バニラアイスだって。バニラの香りするのかな、楽しみだね。なんか、うん、わかんない。わかんない。あんまり香りはしない。お水を入れたら混ぜてみよう。わあ、一気にトロトロになったね。うん、これってね、バニラアイスっていつも固まってるじゃん、アイスだから、うん、固まるのかな。どうだろう。なんか思ったよりトロトロだね。こうやってついちゃうんだけど。うん、バニラができたらメロンアイスと食べます。いちごアイスも作ってください。あ、バニラアイス、え、溶けてるバニラアイス、へー、甘いですか。ほら、みんなも食べてみて、うん、ちょっと待って、ちょっとにする。あむ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 、ほんとだ、うん、ほんとバニラの味だ。甘いね。うん。すごい。じゃあどんどん作っていこう。はいはい。はいはい。これ隣に粉入ったら最悪。そうだね。隣に入らないようにゆっくりやってみよう。ここ。うん。あ、ケンちゃん。メロンメロンメロン、水を入れるとなんかそれっぽくなるね、うん、色も香りも。あ、なんか固まってる気がします。あれ、本当だ、色が違うの分かる。バニラがちょっと固まってる、不思議だね。表面がなんかちょっと乾いてる感じ。いい、触ってみて。あれ、固まってるんですけど、固まりすぎなんですけど、すごい。いちごアイスやります。はい、開ける。あー、隣に入ってしまった。ちょっとぐらいしょうがないね。お水を入れます。これで最後。いちごの香りするかな、お水入れたら、うん、お、ピンクになってきた。あ、いちご、ほんとだ、いちごの香りする。まあまあ、混ぜ混ぜしてみよう。お、ピンクに変わってきたよ。うん、うん、つまみ食いばっかりですねあ、なんかほんとアイス屋さんっぽい。こうやって並んでるよね。うん、いろんなアイスが。次はコーンカップを4つ作ります。粉を入れるよ。あ、なんか黒いのが入ってる、よく見ると。これすごいちっちゃいのがいっぱい入ってる。うん、うん、高っ。お、上手上手、こぼさないように入れて、そしてお水一杯入れるんだって。
お水。ペイペイ。ペイペイ。お水。ペイペイ。ペイペイ。お水は？色が変わった。ペイ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 。お水。ペイペイ。お水ちょっと少なくないかな？それ。ちょっと今の少なかったな。ペイペイ。これ結構難しい。難しいね。ちょっと粉っぽいね。うん。混ぜるの？粉っぽいの難しい、ね。混ぜるよ。うわ、なんか茶色くなってきた。本当だ。白い粉が茶色っぽくなってきたね。まとまったら型に入れます。優しく優しくギュッと押して。穴が開かないようにしないとね、アイスの。そうだね。電子レンジで20秒加熱したよ。すると、できてるかな。熱そうだよ、気をつけてね。ちょっと冷めるまで置いとこうか。分かった。あ、カップできた。さっきまでトロトロだったのに、かわいい。こっちにもあるよ。ちょっと熱いかな、気をつけてね。優しくお皿にパカッと出してみてください。アイスのカップできたね。わー、できたできた。もう出来上がりじゃない？あとアイス組んで。すごい。あとね、このカップがあと2つできるんだって、うん、やってみよう。こねたものを入れて、上から優しく押すよ。下が、あんまり。これでやってみよっか。うん。これに一個ずつ入れてみて。はい、決めたー。決めたー。で、決まった。じゃあ、これを上に優しく置いて、優しくちょっとずつギュッギュッってしてみよう。それじゃあこれをまたレンジで20秒加熱します。ここが少ない。またまたレンジで加熱したよ。どんな形になったかな。お、できてるできてる。わあ、一人4つずつカップができたよ。はい。よし、もうすぐアイス屋さんができそうだよ。今チョコソース作ろう。今か。え、一個？うん、一杯。お水も一杯だよ。全部一杯じゃん。そうだね。は、ま、や、ら、わ。うん。今ひらがなを覚えて、うん、ひらがなが好きになってる途中で、いろんな文字を読んでいます。そっか、弟さんはひらがなが好きなんだね。ペイペイ。さ、またペイペイ出ました。わー、チョコレートのいい香り。ペイペイ。あ、少ないよ少ないよ。もうちょっとパンパンに入れないと。お水。ペイペイ。ペイペイ。お水のペペイペイ。チョコレートソースできるかな。できた。お、もうできた。わー、とろとろで美味しそう。いただきます。え、またつまみ食いですね、お店屋さん。なんかトロトロになってきたよ。またつまみ食いですね。お、すごい、ソースみたいにちょっとトローンとなってきました。チョコソースができたのでアイス屋さん
やってみよう。おいしいアイス屋さんがあるんだって。早速行ってみよう。こんにちは。こんにちは。わあ、美味しそう。こんにちは。こんにちは。バニラアイスください。はい。じゃあこっちのお店屋さんにはいちごアイスお願いします。はい、わあ、美味しそう。バニラアイス。わあ、こっちもちっちゃくてかわいい。いちごアイス。元気な。もう一回入れてみる？スプーンですくって、トッピングも美味しそう。あ、おしゃれ。いいじゃん。あ、こちらはチョコレートトッピングもしてもらってる。わあ。じゃあもう一個注文しちゃうかな。じゃあ、あ、メロンアイスもお願いします。こういうアイス。わー、美味しそう。じゃあ次、バニラアイスお願いします。はい、できました。できました。見て、どれどれ。これ。わー、ちっちゃいトッピングだけど。こちらのメロンアイス、美味しそう。すごい。あ、バニラアイス作ってくれてるよ。できた。できた。見せて見せて。じゃじゃん。ちっちゃい。アリさんのアイスみたい。じゃあどうしようかな。次はいちごアイスでお願いします。はい。メロンアイス。わー、アイス屋さんって上手だな。すごい、かわいいアイスがいっぱい。ここに映った。いつからアイス屋さん開いてるんですか？今日。え、今日オープンなんだ。できました。わ、できました。美味しそう。じゃあ次はミックスでお願いします。はい。ミックスアイスお願いできますか？バニラに。わー、トッピング。どん。メロンに。できました。できました。もうこれ食べちゃう。お店屋さんが食べちゃうの？うん。わー、大きなお口。甘い。わー、かわいい。すごい、ミックスは一番大きくできちゃったよ。わ、上にもバニラと、見て、またまたチョコが来て、メロン。隣のアイス屋さんはすごい勢いでアイスがなくなっていますね。やっぱりアイスが大好きなんだ。そうですわね。そうですわね。わあ、こちらのアイスすごいですね。すごい、おいしそう。あ、お隣のアイス屋さんも食べ始めちゃった。それじゃあ僕が注文したこのアイスいただきます。はい、いただきます。あむ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 。これいつもこうやってスプーン乗ってるよ。あー、そうやってスプーン乗せてね、うん、スプーンで食べるんだ。
わあ、こちらのアイス大人気、もうなくなってる、なくなってる、早い早い。いただきます。うん、美味しいですか？うん、僕も食べよう。あむ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 、美味しい。あむ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 。じゃあこれ食べて。あら、ぴっかり。これ食べて。これは食べれないな。みんなもアイスを作って食べてみてね。もう一回。それじゃあバイバーイ、またねー。どうもバイバイした。